南シナ海で、黒潮潜水艦が突如として現れたよね。これは護衛艦カガード米軍との自由の航行作戦での訓練をしていた時だったんだ。やっぱり潜水艦が海底にいたんだね。当時の防衛大臣、小野寺氏が15年も前から南シナ海での訓練を行っていた。護衛艦カガの海底には黒潮が任務を遂行南シナ海で極秘任務についていたということを発表しているぜ。そうだね。さて今回は、黒潮潜水艦が南シナ海で脅威を示したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。なぜ、今頃発表と考えてしまうんだけど、実は黒潮は旧型の潜水艦その旧型でも南シナ海まで潜航しつつ、中国海軍にも発見されずこのタイミングという場面で発表したってわけ。これはもう、抑止効果としか言えないね。ただ、そういう型潜水艦がもう一隻海底にいたのではないのか、とそんな気がしているのも事実なんだ。そういう型潜水艦の潜航深度は旧型潜水艦の黒潮よりも深いのは当然で、この潜航深度は極秘扱いになっていて、1000メートルは潜れるという人や500メートルがいっぱいという話などもあるみたい。実際には、その潜航深度は謎のまままだに議論が繰り広げられているな。個人的には800メートルと考えている。最新鋭の鋳竜や闘竜などリチウムイオン電池搭載艦ともなると深く潜れるのではと考えるが、この潜航深度はそのまま変わらないだろうとも思うぜ。難しいところだね。ただ、そういう型潜水艦の次、最新鋭潜水艦では変わってくると考えるよ。通常動力型潜水艦でトップ、原子力潜水艦をもしのぐ性能を取り込んでいることだろうし。静粛性は実質トップと言えるしな。リチウムイオンを搭載した鋳竜の引き渡しに備え、その性能を改めて見てみようか。日本には潜水艦が数多くあるんだけど、鋳竜の出現が今までの潜水艦の歴史を変えているよ。鋳竜は2018年10月4日に進水式を終えたばかりの、比較的新しい潜水艦で、本当の活動はまだまだこれからだけど、日本の本気の忍者が完成したのだと考えられているね。しかも、海底の忍者だもんね。ちなみに鋳竜の建造費は660億円だったそうだぜ。費用を見るだけで、いかに力を入れて開発されたのかがわかるよな。さて、この鋳竜の出現には一体どんな意味があるのか。高性能な潜水艦は自国よりむしろ他国への脅威となるはずだよね。つまり、日本の周辺国中国、韓国、ロシア他にとってはかなり目障りな脅威的存在だと感じることと思うよ。なぜなら、日本に近づくことをしたら、空か海の両方を突破しなければならないんだからね。忍者鋳竜なら海からの敵の接近をすぐに察知し、防衛体制を整えることができるだろうし。自分たちの見えないところに潜む見えない敵ほど恐ろしいものはないだろうな。ここで、鋳竜に関する中国メディアが書いた記事を紹介するんだけど、その中には、実に気になることが書いてあるんだ。三菱重工神戸造船所で10月4日、新たに建造された潜水艦の命名式及び進水式が開催され、この潜水艦の名前は鋳竜、そういう型潜水艦の11番艦だね。特筆すべきは、この艦が世界で初めてリチウムイオン電池が搭載された軍用潜水艦という事実なんだ。中国の無料で利用できるニュースアプリである共同上は19日、鋳竜に関連した記事を載せていて、リチウムイオン電池を搭載した日本の潜水艦にはメリットが多いのに、どうして中国では採用しないのかと啓発していたみたい。これまでのそういう型は、鉛電池とスウェーデン製のスターリングエンジンを併用していたんだけど、代わって新たにリチウムイオン電池を搭載することによって、水中持続力などが格段にアップしたんだって。日本は近年軍事拡張の傾向があり、未だにアメリカの制限を受け、しかも平和憲法の下にあるが、軍備の面でも存在感を示しつつあるといった内容だったな。また、記事は鋳竜が使用しているリチウムイオン電池についても説明していて、このリチウムイオン電池の発明に関しては日本人の吉野明氏が2019年のノーベル化学賞を受賞したことも記憶に新しいよね。リチウムイオン電池は多くの電気自動車にも使用されている電池で、蓄電量は普通の電池の3倍と言われているから、充電に時間を割けない潜水艦に使用するのは、効率的と言えるんじゃないかな。充電のために浮上しなくて済むわけだから、単純に潜水可能時間が長くなるはずだもんね。さらに音が静かで、敵に気づかれにくいという利点もあるから、どうしてこんなに良いものを中国では採用しないのかという疑問が出てくるという指摘もあったわけだ。共同上の記事は、中国で採用しない理由についてリチウムイオン電池には、発火しやすいという致命的な欠点があるためと説明しているよ。確かに、リチウムイオン電池を使用しているスマートフォンやノートパソコンに発火事故が少なくないのは事実だな。海底で活動する潜水艦上での火災は命に関わる大変な事故になるもんね。
発火の恐れがある電池の使用はしないというのは理解できるかな。とはいえ、潜水艦用リチウムイオン電池については、様々な問題予算などのせいで、長い間採用が見送られていて、発火や爆発などのリスクについての安全性はずっと以前から確認されていたと報道されているよ。ということは、結局中国製のリチウムイオン電池の問題であって、日本製とは違って信頼性に欠けるというのが正直なところなのかもしれないね。中国の別のメディア開始等は10月24日、OU については15年進んでいると言われるが、この間には致命的な欠点があるという内容の記事を掲載しているみたい。リチウムイオン電池は、世界中の携帯電話や電気自動車に搭載されているんだけど、その大半は日本製と言われているんだ。今までの鉛蓄電池ではなく、リチウムイオン電池を搭載することによって、潜水艦は長期間の潜航が可能になり、メンテナンスが容易になり、音も静かで艦自体の隠密性が高まるなどの利点が多くなるってわけ。言うまでもなく、敵に発見されないことが潜水艦にとっては最重要だからな。潜水艦の位置を確認する方法の一つがソナーマンによる機体の音の補足なんだが、機体の音が静かであればあるほど、発見される確率が低くなるのは当然のことだぜ。つまり、リチウムイオン電池が音を小さくしてくれるってことだね。記事はこれらのメリットを認め、東方の大国イコール中国よりも15年進んでいるという、日本の専門家の言葉を引用しながら中国国内の危機感を示しているよ。その上で、リチウムイオン電池には致命的な欠点が存在するという指摘をしているんだ。それが前述した通り、リチウムイオン電池は過充電状態だと発火する恐れがあるということで、万が一安全問題が起きてしまえばどんなに高性能な潜水艦だったとしても、無意味であると主張しているみたい。ちなみに、中国共産党局は、インターネットニュース情報源機関のリストを交付していて、インターネットを通じて独自のニュースを配信できるのは、指定された1358つのメディアのみで、この機関以外から発信されたニュースを記載すると法で罰せられるとのことだよ。これら以外のニュース報道機関は、指定されたメディアから転載して掲載するしかなく、ニュースの独自性はどんどんなくなってしまうんだ。そんな厳しい中国だからこそ、記事に書かれていることは絶対で、信じて疑わないという姿勢があるのかもしれないね。インターネットはもちろん、SNS も監視されている国だもんね。実際、中国へ旅行した時、日本にいる家族や友人との連絡手段がないことにかなり驚いた人もいるんじゃないか？特に海外の情報は、外の様子を国内に入れてしまうことになるので、メディア規制をしている中国政府にとっては慎重に扱うべき事項だし、それをこのように堂々と報道しているんだから、特に考えもないことがわかるよね。それに続けて、2013年1月には日本航空のボーイング787型機のバッテリーが発火するという事故が起きたことも紹介し、この問題はその後どこまで改善されたか判明していない以上、同じような事故が起こるかどうかは、現段階では判別しがたいとも言っているんだ。とはいえ、2013年4月には日米当局がアメリカボーイング787型機の運航再開をすでに認可しているから、787型機バッテリーの安全性は確認されたと言って良いと思われるぜ。それにしても、どうして日本は、発火などのリスクを承知で、リチウムイオン電池を使用するのかを言うと、この記事は、日本は原子力潜水艦を所有できないので、強まってゆく中国の軍事力に対抗するためにはリチウムイオン電池というリスクを選択するしかないのだとまで論じているんだ。ここまで強硬な思いを掲載しているあたり、中国の本気具合を感じるよね。そして記事の最後には、中国の原子力潜水艦は言うまでもなく強力だが、残念ながら艦数が不足しているのが不安という雰囲気で、OU に対する危機感を示していたよ。潜水艦へリチウムイオン電池を搭載するのは世界でも初の試みですから、中国だけではなく、世界中から注目されることだろうね。これほど注目を集める理由の一つには、日本製の優秀さ、つまりやはり日本のものづくりに対する徹底した真摯な意識があるからだよね。日本の技術は世界でもトップレベルだもん。中国は今あるものを真似して、同じようなものを作るだけで、もっと高度なものへという発想がなければ、いつになっても追いつけないだろうし、追い越すこともできないと思われるよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。